どうもこんにちは、クロネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きからやっていきましょう。はい、というわけで前回はまさかまさかのライネル討伐成功となりました。いやー、まあかなりゴリ押しだったけどね。まあ白髪ライネルまでは倒せるようになりましたよと。で、その収録から、まあ、いろいろと忙しくて数日経ってしまったんですが、その代わりに、収録外でアイテム回収とか、ライネル狩りをやりまして、かなり強くなったかな。とりあえず、武器の方は、ゾーラ武器に白髪ライネルとか青髪ライネルの角をつけて、あとまあ、降臨の槍も作りました。いや、これデフォで強いんだよね。濡れてなくて66と。いやもう濡らしたら100簡単に超えるんで、いやかなり強いね。で、あとは、もう数おかしいけどね。まあ重心の盾を集めて、あと弓は全部重心の弓になりました。いやまあこれもかなり強くなったね。まあ今まで弓があんまり強くなかったから、どうにかしないとなと思っていたんだけど、その問題も克服した感じかな。うん。で、今回は、まあ、前々から言っていましたが、新しい地方の探索をやっていきたいんで、向かうのは、ここですね。コログの森の探索を始めていこうかなと。で、まあ、まずはこの地方の眺望台を起動したいので、前にどこあったかな？この辺にあったような気はするんで、向かいたいね。ここだ、ここだ。いや、結構遠いな。確かここに、あ、いた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 、こいつがいるんだわ。で、ここ下下ってた先にあるね。あれだ。よし。あ、ここか。あ、まあ、それだったら遠くはないかな。あ、で、まあ、クジラの化石はまたおいおいでいいか。あ、待って、ほこらもあるじゃない。ピン押しといて、よし。これ何？ん？ちょっと待って、は？何これ？あ、あそこに祠もある。待って、これって位置的に、コログの森だ。これ何？雲というか、なんというか。え、これ正気か？いや、正気にしては色が濃すぎないかい？ちょっと待て。コログの森、俺が思ってる以上にやばいことになってねえか？やはり異変が起きてはいるっぽいな。あ、まあまあまあ、そこは後々向かうとして。あれは？ああ、ボコブリンか。ボコブリンは別になんだよな。リザルフォス。あ、でもまあ、もうライネル倒せるからリザルフォスの素材もそんな、なのかね。はあ、いた！あれそうだよね。何これ、かっけえ鎌みたいになってる。ちょっと待って、ちょっと待って、これは欲しいぞ。あと、ま、攻撃力も知りたいので、ちょっと失礼して。空爆と行きましょうか。ファイヤー！よし。あれ？もうやった？いや、そんなことはないよね。そんなことはないよね。ほれ！よし。いけー！はい！あ、そんなもんか。そんなもんか、お前。ほら！よし、来たー。来たー、白金リザルフォスの角。いや、でも34かー。見た目は最高だけどなー。そうですか、そうですか。ただ、ここにいるんだなー。あ、まあまあまあ、ピンは押しとこうか。34かー。悪くはない。悪くはないんだよ。ただなー。ライネル倒せるようになっちまったからなぁ。いや、でも、かぁ。
ドイブラン遺跡と、これ沼か。あ、待った。沼はまずいよね。先にこっちに来るべきだったかな。そしたらもうちょい興奮できたんだけど。しょうがねえか。まあもちろんライネルよりは簡単に倒せるから、集めやすいとは思うんだけどね。思うんですけど、いやまあまあまあ、見つけたらコツコツ倒しておこうかね。いや、見た目は最高だけどね。よいしょ。じゃあ、眺望台起動と行きましょうか。何か面倒なことにはなってねえか？普通に開けられるか？ドイブラン遺跡眺望台と。よいしょ。ほい。誰もいないってことは普通に開けられるか。あれ、もう開いてるー。わー、動かない。出たよ、そういうの。つくんだ。うん、はよう。ん、またあった？どっかであったっけ？うん、メンテナンスが難航している。おう、端末か、なぜか動かない。壊れているところはどこにもない。じゃあ、壊れてないな。消防台本体のどこかが壊れているのかなと。ほほう、本体が壊れている。今までは上が開いてないとかそういうこと多かったけどね。下は問題なさそう。あ、いいところにあるじゃん。いいところにあるじゃない。あれを使って調べろってことかね。よいしょ。あ、ロケットもありますね。なら、つけて、こいつを起動。お願いします。あ、いいね。あっと、敵いたな。あ、待った。あれじゃね？これが邪魔なのでは？これをどかすとなると、まずあれが邪魔か。よし、強いよ。マジこの弓矢強いな。で、いや、絶対あれが邪魔でしょう。となると、こっからだと届かないもんね。待ってよ。じゃあ微調整必要だな。これで、ちょっと上まで上がりたい。行き過ぎ。行き過ぎだよ、行き過ぎだよ、それは行き過ぎだよ。あ、結構あるんだな。ちょっと待って、ちょっと待って、これ微調整大変だな。なんならこの辺に降りられませんかね。あ、行けそう、行けそう、行けそう。あ、行ったわ。で、こいつを、どかしてしまえばいいんじゃない？てててて、んきたー。いや、てかさー、これが邪魔してることぐらい気づいてくれよ。なんで俺がやらなきゃいけねえんだよと。 OK、 まあ、とりあえずこれで起動はできるかな。あ、まだいるんだな、ゴーレム。まあいいや。おい、そこをどけ。治ったんじゃねえわ。眺望台の上に障害物があったのですね。なぜわからない。お前の翼は何のためにあるんだ。うん、問題は解決しましたし、急いでいますのですぐに立とうと思います。急いでんの？あ、ではこれにて失礼。よし、じゃあこれで起動と。きたー。地上の周辺マップを登録しました。ハイラル大森林か。あ、深穴あるなぁ。で、空島もあんのか。あの深穴怪しいなぁ。もしかすると、オルドラがあそこから入るんじゃねえか？まあ、見たいところはいろいろありますが、だな。まずは森だよね。ちょっと待って。結構端だね。ああ、ここに深穴か。で、森。
一応ここに道はあるんだな。ふん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 。あ、こっから近かったんか。なんだよ。じゃあ待てよ。これもやりたいが、まずはここ。ここに向かおう。よいしょ。ってことは向こうか。このあたりかな？あー、でも入れそうに見えないな。さすがに触れたらまずいよね。まあ、試してみはするけどね。いや、ダメかな？これダメかな？え？あ？どうした？一瞬中が見えたが。入ればしたのか？あ、入ったな。あ、ダメージ食らうとかじゃねえのか？あ？なんだ？あれ？え？これ、まずいことになったか？あ、長時間ここに入れないとか？一旦出ようか、じゃあ。待って、出口もわかんない。出口もわかんない。こっちか。こっちか。こっちか。あ、危ない。危ない。危ない。なんかやばい気がする。ご了承はダメな気がするな。あー、なんだろうな。死んだわけではなさそうだが、あそこを進むのもあれだよね。なんかヒントがあんのかな？ブレワイの時はさ、松明の火が向く方向だったけど、今回もそういうことなんかね。松明持ってないんだよね。なんか、待って、この辺もうまずいのか。まずい。入ってしまった。待って、松明とかないんだけどな。これ、馬鹿正直にまっすぐ突っ切っても多分戻されるよね。意外といけんのか？迷いの森。あ！ダメかもしれん。これダメかもしれんな。やはり松明が必要かね。ちょっと待って、松明か。いや、そのために武器ポーチも開けなきゃいけねえか。参ったな。ちょっと待って、どっかから持ってこよう。近くに馬宿があったから、そうね、そうね。一旦武器ポーチを開けるためにマイホームに行くか。松明はありますか？松明が欲しい。あったー！来たー！来た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 ！これだこれだ。じゃあこれを持ってこう。これ不可な？だな、ここにもあるのか。こっから中に入るとか？いや、中に入ったところでだよね。上に戻ってこれないから、いや、さすがに違うか。だよね。さすがに違うよね。大森林のところに深穴もないから、通じてるってわけではなさそうだな。ボンファイヤー。よし。で、これを、つければ、OK！ さあ、俺を導いてくれ。どうだ？キノコはあるけども。今のとこ、どっちか向いてるとかではないね。迷いの森。あ、これあったな。確かブレワイの時にもこれをくぐった気がするわ。あれ？ちょっと待って、迷った。はい？ちょい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 。火傾いてなかったぞ。松明じゃないのか？
え、まだ来るのが早いとか？空から飛んで入るはさすがにだよね。え、やっぱここなのかな？近いって、え、でも行ったとこでな。あ、前にさ、地底探索を動画でやった時にさ、通れルーフで上に戻ったとこあったよね。どこだっけ？あ、ここだ。で、戻った結果、グリオークがいて、あ、見なかったことにしようっつって戻ったんだけど、それと同じか？ってことはここだな。ちょっと待って、ちょっと待って。いやもう松明持ってきた意味持ってきた意味ねえのかよ。これだ。いやー地底探索かー。でもまあ可能性はあるよな。発見。チロリの森の深穴。わざわざこんな名前があるってことはだよね。行きますかー。まあ、違ったら戻ってくればいいだけの話です、ですし。行けー。ただ不安だなー。あの黒いモヤモヤが、正気の塊だった場合、他のとこと比べて、正気が濃いってことだよね。チロリの樹海。それを考えると、奴がいる可能性は、十分にあるよね。よいしょ。マジで、マジで見えねえな。ユンボー邪魔あ、そこに浜のね。え、それどこ？あ、いや、俺が向かおうとしてんのこっちだから。いや、違うわ。あ、そこにもある。これはどこだ？あ、森の中にある。この真上に祠もあるってことだから、ここが怪しいんじゃねえか。遮るものはないよね。あー、ポーがあるな。あれ通りに行けってことか。ただ下行くの怖えな、これ。ちょっと怖いですね。さすがに怖いですね。なら、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。翼だし、扇風機二つ、で、操縦桿、で、ロケット二つ。なに、ここ行けない。そういうことダメ。あ、行けるじゃねえか。行けるじゃねえか。ちょっと待てよ、安全に行こうぜ。動画で見せるのは初かな。アイテム回収とかで、まあ、収録外でね、いろいろと歩き回ってる時に、まあ、こういう乗り物はいろいろ作って試してはいるんだけど、いや、便利なものを見つけましてね。よいしょ。扇風機置いて、これ置いて、はい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 。で、まあ、念のために装備も変えて、ドナニウム装備。で、操縦すれば、いけ！いて、なんか当たった！なんか当たったが、いけたぞ！いけたぞ！いや、これね、いいの見つけたんですよ。これがあれば、平地？まあ、平らなところから、上に向かって飛んで、そのまま滑空できるから、高いところから、翼を下ろすというか、落とす必要性もないんだよね。コログの樹海、あそこもなんかあるな。あ、待った！あれじゃね？あれだ、あれだ！前にもあったな。あれだったら、トーレルーフで戻れるぞ。上に。やはりそういうことか。あー、むずいな。ま、ついでに、あれも起動してしまえばいいかな。おっとー、よいしょー着地は未だに下手だが。ま、こっから戻れるわ。で、あー、森の中だわ。はー。
というか、ハマのね、ありすぎじゃね？ラキノス、ん？ラキノサムのね。ま、とりあえずこいつを起動。ちっちゃ。ちっちゃくね。ま、このあたりは明るくなりましたよと。よし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 。まあ、あちらこちらにハマの根があるってことは、ほこらもその分あるってことだよね。まあ、それはおいおいやるとしてだ。着替えて、ここだ。こっから中に入れるだろう。行け！これで上に行ってグリオークがいるとかないよな。正気もいないよな、さすがに。どうだ？お？来たんじゃない？コログの森、入れたよ！ただこれ正式ルートか？正規ルートかこれ。お？まさか？はっ！デクの木！うわー、ちょっと待って、正気が漏れてません？あー。あー、これ、戦うことになりそうだな。マジで？とりあえず、こいつを起動。ムサノキラの、ほこら。まあ、スキップして、まあ、これは次回でもいいかな。ちょっと待ってよ。前回、ライネルと戦ったばっかなんだよ。もう正気ですか？いやー、もっとさー、ゆっくり行きたいんだけどな。あー、で、マスターソードないんだね。まあ、もしかしたら手に入るかなーっていう思いはあったんだけど、ないかー。で？あ、喋らない。喋る元気もないのか。あ、ダメだ。わあ、入れるなあ。そこから入れそうだなあ。お前も？あ、喋らないね。これ、マジで？マジで言ってます？はあ。ここダメージは食らわないよね、さすがにね。ああ、うわあ、料理もできるね。女神像もあるね。寝るところもあるな。で、うわあ。ああ。まあ、重心の弓もあるから、もう爆弾花撃ちまくろう。ね。で、まあ問題はファントムガノンよな。っていうか、高台ないのかな？それがあればもっと楽なんだが。まあ、行こう！ちょっとゆっくり行こう。発見！デクノキ様の深穴。一旦さ、足場があればさ、それに越したことはないんですよ。どっか高台ない。こういうところダメ？ダメかな？ダメか。ここダメか。ちょっと一旦ここに避難して、一旦ここに避難して、これは何？あ、関係ねえか。下覗けないか。いや、絶対いるよね。あ、いるわ。はぁ。いや、鳴き声も聞こえるわ。これさ、ちょっと待って。ちょっと待って。ずるいかな？そもそもできるかどうかわかんないけど、ちょっと待って。翼でいいか。翼を。はははは。置けちゃったな。これ、正気ダメージって。あ。勝ち申した。これ勝ち申したな。待てよ。で、ここで、
もうこいつを倒すのは簡単じゃない？おれ！おい。おい。ほら。ずるいなんて言うなよ。まだ生きてるか？位置が悪いな。あ、だったら、キースの目玉。よしよしよし。当たるね。おれ。あいね。で？まだ一匹いるか？やったんじゃない？あ、来るな。これ来るな。来たー、ファントムガノン。これさすがにここで戦うわけにはいかねえか。やってやろうじゃねえか。やってやろうじゃねえか、おい。あれか？あ、ちょっと待って。あ、めっちゃ減る、めっちゃ減る。あ、なんなら爆弾花。ほら！あ、爆弾花そうでもねえのか。あ、へっしょが強い。ちょっと待って、ちょっと待って。おー、待った。危ねえよ。死ぬ！来いよ。ほっ。あ、おら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 、よっしゃー正気くらいはしたが、楽勝ありがとう、重心の弓よし勝ったぞ。ただずるいかな、これずるいやり方かな。いやでも足場があるんだもんな、使うよね。でだ、ファントムガノン倒したことにより、あ、元気になったか。お、やっつけてくれてありがとう、いいえ。コログの森でデクノッキー様も待ってるよ。これなんだ？正気の剣 41？ ん？この剣を持つ者は体が少しずつ正気に蝕まれる。あー、そういうやつか。あー、なるほどね。いや、強いけどな。見た目もかっこいいが。これは？魔王の弓。ハートの最大値が大きいほど攻撃力が上がる。魔王が愛用した魔球？え、ガノン？ガノンの弓？ちょ、待って、そういうのずるいな。そういうのずるいな。もう松明いらねえから、置いて、ちょっと待ってね。一旦これ置いて、ああ、で、これは正気に蝕まれることはないのか。でも連射でも何でもないんだよね。マックスで38か。じゃあ弱いな。あ、違う。ここは、やっぱ重心だな。で、これよ。あ、持ってるだけならいいのか。わあ、かっけえ。日本刀じゃん。あれ？蝕まれないけど。あれ？この剣を持つ者は体が少しずつ正気に蝕まれる。あれ？減ってないけど。戦ってれば減るのかな？なぜか知らないが減らない。デクの木様の中だから？ちょっとよくわかんないな。あ、まあ、武器ポーチ枠があるから持ってきはするけど。うん。オッケー、じゃあこれで、一旦ここに戻ればいいか？ワープ！お、明るくなってる。ボックリン！ボックリン！ここに移動したか。じゃあ今後は監視トリデじゃなくてここにいる感じかな。あ、まあ、ワープできるしいいだろう。で？デクノキ様？喋れますか？おい。おい。あれ？ここじゃ遠いか？デクノキ様？
上に行かなきゃダメか。あ、姫静か。よいしょ、無事か。回収。あ、離せますね。ここか。おい。う、うん。おお、主は久しいなあ。何やら悪い夢を見ておったようじゃ。わしの腹の底に作った忌まわしきものを知り解けてくれたのはお主か。そうです。手間をかけさせてしまったのをおかげで正気に戻れた。礼を言うぞ。いいえ、うん、いやねえ、久しぶりだよ。なんかさ、ゼルダのこと聞いてない？もしくはマスターソードの場所。いや元気だったよ。最後に会ったのは確か、まあ6年前か。主が姫を連れてマスターソードをここに取りに来た時じゃったか。よう参られた、ハイラルの姫巫女、そしてマスターソードの主リンクよ。主の剣万全に回復しておる。再びその手に収めるがよい。いやー、やっぱかっこいいなマスターソード。ありがとうございます、デクノキ様。ほっほっほ、礼には及ばぬ。わしは何もしておらぬよ。傷を負っても自ら回復を果たす剣、たとえどんなに深い傷でも時をかければ必ず。それだけではない。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。さすがは女神が作り賜ったと謳われる伝説の剣よ。より強くなれる剣。ダーソード、いやーかっこいい。かっこいいな。この演出もずるいよな。しかし主よ、あの剣、マスターソードを持っておらぬようだが、いずこへやったのだ。マスターソードが今どこにあるかわからないと。ってことはデクノキも知らないのか。お？マスターソードの気配が。確かに感じる。どこ？え？そこ？ここじゃ、え？そんなところにあんの？動いてる。空の上。この辺りからマスターソードの気配を強く感じる。え、ま、え、どういうこと？空の上で動いてる。なるほど。竜になったゼルダが持ってるのか。体内に隠してるとかそういうことか。これは一体どういうことじゃ。マスターソードが移動しておるようじゃ。はあ、じゃあやっぱゼルダは、過去に飛ばされて、で、まあ、マスターソード受け取って、で、まあ、時が経てば復活する剣だから、まあ、守り抜いてたってことか。で、それをリンクに渡すために、長生きしなきゃいけないから、人の体を捨てて、竜になったんだ。あの禁術を使って。うわー、何これ、すごいストーリーだな。マスターソードもきっと主を待っておるはずじゃ。失われた勇者の剣。
あー、すごいな、これ。で、はい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 。まあ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 、デクの木のことは知ってるよ。うん。失われた勇者の剣。移動してますよと。今どの辺だ？ん？まあ、あ、そうか、上か。あー、ここにいるんだ。これ動いてるよね。多分、次会った時にはもうちょっと違う場所に移動してるってことかな？あー。これムービーってさ、どこになるんだ？あ、この一個前なんだ。うわー、いや気になってたんだよね。このムービーのさ、前がさ、一個空白で、まだ見てないことになってたから、おかしいなーと思ってたんだけど、そういうことか。いや、これ全部見たいよなー。まあ、ゼルダが竜になったのは確定だと思うけど、いや、おそらく、ここのムービーを見ることで、どういう思いで、竜になったかとか。まあ、周りの反対はあったかもしんないよね。ラウルとか止めたんじゃねえかな。そういうことが、いろいろあった、後で、取りに行きたいよね。まあ、このタイミングでマスターソードが手に入るのは、すごく嬉しいんだけど、で、まあね、空の上とはいえ、移動してるとはいえ、取るのは簡単だと思うんだけど、さすがにこれ、地上絵のムービーを見る前に撮りたくはないな。いや、これちょっと動画を見てくれている方には申し訳ないんだけど、まだマスターソードは取りに行かない。地上絵を全部見て、ゼルダがどういう思いで、まあ、どういう経緯があって、その、竜になったか、マスターソードをリンクに届けるために、どんな覚悟を持って竜になったか、それをちゃんと見てから取りに行こう。うん。と思うので、まあ、かなり先にはなるかな。まあ、とりあえず今回はこの辺で終わろうか。で、まあ、次回は、まあ、森の中の探索とか、まあ、祠の攻略とかをやって、この辺が一段落ついたら、ゲルドかな。ゲルド地方とか行ったりとか、まあ、地上絵を見て回ったりとかをして、っていう感じにしましょうかね。いや、でもファントムガノン倒せるのはでかいな。結構弱かったぞ。まあ、重心の弓が強いか。うん。まあ、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。よかったら次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価していただけるとすごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。では今回ここまでご視聴ありがとうございました。